結構あのき足逆サイドの選手と組むとオーバーラップしてあげるだけでカットインしやすいですしインナーラップでも中の選手引きつけて同じような形でやったりとか、まあ、仕掛けられないよう引き取ってあげてって結構プレーが明確になると思うんですけど逆に引き足が同サイドの選手だとこういうサポートしてあげると楽になるだろうなみたいな坂井選手の中で答えってあるんですかあでも選手によって変えてますね、うんまあ。例えばジュニアだったらシンプルに。 生かしてあげた方が、彼の良さは出るので、ワンツーのところに入ってあげるとか、はいはい、あと、なるべく早いボールを足元につけてあげて、相手との距離を保った状態で1対1を仕掛けさせてあげるとか、うん、無理だった時の後ろにサポートを取っていくとか、そういういのは考えても、はい、ワンツーのところっていうのは、ワンツーしたいタイミングでさっと入って、はい、内側、うん。 まあ僕が行くのと、例えば、えー右セ、センターハーフがいるんであれば、うん、センターハーフが絡んでいく方がいいのかなと思いながら、うん、だったら僕はカウンターのリスク管理ができるのではい、はい。結構あの、日本代表の試合見てると、あのその時の僕の口調のまま言うと、いや、伊藤純也張ってて、酒井宏樹低い方がいいなみたいな、なんかそういう 伊順純が中入って酒井宏樹外よりも逆だよねみたいな話を生配信で言ってて、もしかしたら酒井選手も見てくれてるかもしれないですけど、そういう時ってどういうコミュニケーション取ったりとか、はいはいはい。しニアがそうですね、張った方がクロスの多分成功率っていうのは高くなってて、それがチャンスにつながる可能性もあるんですけど、多分がそは中に入ることによって、えー、得点のチャンスも増えるわけで。うんうん そこはなんかあんまり決めてはないです、僕らの中では。そうですよね。はい、<で>順位は感覚でやってもらいます。気まぐれの状態で,でそれをうまくサポートできるのが自分だっていう感じで、酒井選手は望んでるってことですね。できるようにはしてます。はい、うん、でじゃあ、あのドア選手の場合はどういうふうにサポートしようとかあるんですか率の時も、率は張ったり、打ち絞ったり。バレーションですよ、ね。 はい、自由に動いてくれるので、まあ、僕は結構自由に動いてくれる選手の方がやっぱり好きで、それを見て、ああ、そういうことねっていうふでに変えた方がやりやすいので、僕主導だと結構難しくて。あそうなんですね。はい、結構あれですよね、僕の中であの日本代表の選手ってそういう打ち外両方あの取りたくなタイプ多いなと思ってて、久保選手とかもそうじゃないですか。 選手はえー、と坂井選手の中では自由なタイプに分類されるのか、結構、まあ、真面目というか、リズムのタイプに分類されるのか、どっちなんですかいや自由だと思うんですけどね、あもちろんみんなその戦術とかそういうのの能力、理解あえて自由にしている感覚はすごいあると思うんです、そっちのほうがやっぱりつかまれづらいというか、うん、パターン化しない方がやっが僕としては、絶対ディフェンダーとしては嫌なので。うん まあ、あえてその使い分けてる感じはあるのかな。うん